皆さん、こんにちは。近年、日本で最も売れている車は軽自動車ですが、最初にヒットしたのは1960年代の中頃から1970年代で、様々な種類のモデルが誕生しました。そこで今回は、見た目以上に高性能だった昭和の軽自動車についてご紹介します。1. スバル初代 R2。 1958年にスバルは同社初のシャーン四輪自動車であるスバル360を発売。マイカーを持つことを夢から現実に変えたと言われる日本の自動車史に輝く名車です。スバル360は改良を重ねてロングセラーとなり、1969年8月に後継車の R2 が登場しました。テントウムシの愛称で呼ばれたユニークなスタイルのスバル360と異なり、 R2 はオーソドックスな2ボックススタイルを採用。個性は薄れましたが、スバル360よりも格段に広くなった室内によって居住性は改善。リアに搭載されたエンジンは 360cc 2サイクル空冷2気筒をスバル360から引き継いで、標準モデルでは最高出力30馬力を発揮し、軽量な車体には十分な出力でした。そして1970年にはスポーツバージョンの R2SS をラインナップ。さらに R2SS よりもエンジンはデチューンされながら、スポーティーな装備の R2 スポーティーデラックスも追加されます。1972年には水冷エンジンを搭載するシリーズが追加されましたが、同年にはよりモダンなデザインの初代レックスにバトンタッチ。空冷モデルの R2 はしばらく併売されましたが、1973年に生産を終了しました。 2. ホンダ初代 Z。 1970年にニーズの多様化から N360 をベースに開発した軽自動車初のスペシャリティーカー初代 Z が登場しました。ボディは3ドアハッチバッククーペで、フロントフェースは N360 の後期型 N3 をベースによりモダンに仕立てた印象です。外観で特徴的だったのがリアハッチで、その見た目から水中メガネの愛称で呼ばれました。上位グレードのエンジンは N360 にも搭載されたツインキャブレターの 360cc 空冷4サイクル2気筒 SOHC で、最高出力36馬力を発揮。タコメーターのレッドゾーンは 9000rpm からと、オートバイで培った技術によって高回転化を可能としていました。サスペンションはフロントにストラット、リアはリーフスプリングの車軸式と、シンプルな構造は N360 と同様でしたが、1971年にはフロントに軽自動車初のサーボ付きディスクブレーキを搭載し、5速マニュアル、ラジアルタイヤ、スポーツシートなどが装着されたスポーツモデルの ZGS が登場しました。その後、ホンダは初代シビックの生産に注力することから、1974年に Z の生産を終了しました。3. マツダ・シャンテ。マツダは数多くの軽自動車を世に送り出していましたが、その中の一台ですごい計画があったモデルが1972年に発売されたシャンテです。ボディは傾斜した C ピラーによってスタイリッシュなフォルムの2ドアクーペで、精悍な
フロントフェースと四角いテールランプが外観の特徴です。エンジンは最高出力35馬力を発揮する 360cc 2サイクル直列2気筒をフロントに搭載してリアタイヤを駆動する FR を採用。シャンテは優れたデザインにパワフルなエンジンと意欲作と言えましたが、ライバルに対して販売は低迷し、1976年に生産を終了。一旦マツダの軽乗用車は消滅することになりました。しかしマツダはシャンテに新開発のシングルローター、ロータリーエンジンの搭載を計画していたのです。あらゆる車種にロータリーエンジンを搭載するフルラインナップ化の一環で、シャンテロータリーの試作も完了していましたが、結局運輸省からの認可が取れず発売を断念したといいます。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。